はい、どうも、メンヘラおじさんです。先ほど動画撮って、まだ1時間経ってないかな、なんですけども、もう1本動画撮ろうと思ってます。その間にまたお一人、登録者増えましてありがとうございます。というところでございます。で、まあ、障害未婚率が上がり続けてますねというところで、男性は4人に1人、25%、女性は5人に1人が今、障害未婚率でございまして、で、この状態でいけば、2040年には男性が、40%、女性が 30% が未婚ですということになりますと。というところが1点と、まあ、少子高齢化に拍車がかかってですね、人口も減少してきます、というようなことが、東洋経済の記事になったり、まあ、ヤフーの記事になったり、まあ、書き手の方は同じなんですけども、まあ、言うたらそういう、障害未婚率とかですね、独身の研究をされている方、が、まあ、投稿した記事になってございます。で、まあ、データを見ていると、まあ、都市部の方に関しては、女性の未婚率っていうのがめちゃ上がってますと。まあ、めっちゃじゃないんかな。まあ、言うたら統計的に言ったら、まあ、都市部の方が女性の未婚率が上がってて、田舎の方が男性の未婚率が上がってると。で、その理由は、経済的なものを求めて女性が田舎から、都会に移動するから、っていうところと、その経済的に自立した女性っていうのは、未婚率が上がりやすいということらしいでございますと。で、それもまあ要因で、そうなってますと。で、あと、結婚って言ったら、いろいろお金、結婚出産ってお金かかりますよね、というところがあって、なかなか結婚に踏み切れないっていうような状態も結構あるので、今言ったら草食化っていう形で、男性も女性も全然結婚しないやんって。いうことなんですけども、それって別に、みんながみんな草食家なわけじゃなくてですね、結婚することによって、言うたら先行き不安が出てしまうというところが問題なのであって、収入面とか老後とかの不安がなくなれば、多分結婚率っていうのは上がると、まあ結婚、未婚率が下がって結婚率が上がるというふうに、考察されてますと。いうところでございます。おじさん的にもその考えっていうのは結構当たってて、当たってると思ってて、やっぱりまあ、なんていうんですかね、特に20代の頃に、勢いで結婚できなかったりして、アラサーになってしまったら、感情だけではなかなか動かないですよね、と。で、頭でっかちになってしまったらなかなかね、お互い動けなくなってしまうと。で、そういう時に、なんていうんですかね、結婚には金かかるよねっていうふうに考えてしまって、なかなか二の足を、なんていうんですかね、その次のステップに進めないというようなことになってくるんじゃないかなと思ってます。で、この考え方は、言ったら、初婚年齢がどんどん上がっているので、20中盤から20後半、まあ今30手前になってますけども、上がっていくと、その勢いで結婚するっていうことができなくなるので、あるいはその、言うたら昔であればお見合いでもバチバチ結婚決めてて、っていうので、言うたら結婚の初婚年齢が下が、見えたらまあ、下の方だったんですけども、それがどんどん上がってきてるから、余計にいろんなことを考えてしまって、なかなか結婚できないのかな、というところの、この二つかな、と思ってます。だから、初婚年齢が上がってきてます。で、初婚年齢が上がることによって、言うたら、勢いで結婚ができずっていうところと、あと経済的な不安っていうところが、ドカンとのしかかってくるというところで、その結婚っていうところまでいけないんじゃないかな、というふうに考えている、というところが、おじさんの考え方でございます。で、まあ、それにプラスオンで考えると、まあ、言うたらここ数十年、女性の社会進出と、あと、まあ、バブル期なんかやったら、アッシー、メッシー、キープ君っていうのがいたというようなところからもですね、まあ、女性のその、なんていうんですかね、傲慢さというか、ちょっと男性に対して優しくないなみたいなのが、日本は大きいんじゃないかなというふうには思ってるんですけれどもね。で、まあ、それと、あとはまあ、
文明機器が、まあ、なんていうかね、冷蔵庫であったりとか、電子レンジであったりとか、そういうものが、まあ、発達したことによって、別に一人でもやっていけるわっていうところになってしまってですね、なかなかこう、どうしても結婚しないといけないっていう、選択、まあ、違う選択が取れるようになったというところからも、まあ、言うたら結婚に行かない男が増えてるんじゃないかな、というふうにも思ってます。まあ、あと娯楽もめちゃめちゃ増えましたし、というところだと思うんですが、一人で寂しくないと。おじさん全然寂しいんですけども、まあ、寂しくない人も増えてきたのかな、とかいう、まあ、生活の多様化っていうんですかね。まあ、そんなんもあるので、まあ、言うたらまあ、この記事から見たらですね、先ほど言ったように、初婚年齢が上がっていることによって、なかなか、言うたらまあ結婚っていうところに、行くには二の足を踏んでしまうというところもあるんでしょうし、女性が言うたら都市部に行くことによって、その地域間の男女バランスが崩れてて、田舎は男性が未婚率が上がってて、都会は女性の未婚率が上がっているというところ。まあ、そんな感じで、ですね。まあまあ、それの内容から見たら、まあいろんな考察ができると思うんですけども、一旦おじさんの考察はこんな感じで考えてございます。で、まあ、だから、なんていうんですかね、まあいろんな要因があるけども、経済的な不安っていうところをなんとかしないといけないよねっていう、その、記者って言いますかね、著者の、考察っていうのはすごい当たってると思うんですけども、それにプラスオンして、まあ、そういう、まあ、なんていうんですかね、初婚年齢上がってることによって、判断するのにいろいろ理性が働いてしまって、二の足を踏めないっていうところであるとか、まあ、言うたら女性の社会進出云々っていうところもあったりとか、まあ、なんていうんですかね、社会進出に、まあ、プラスオンして、まあ、バブル期の、バブル期のだけではないですけど、まあ、言うたら女性に対して尽くすということで男性が疲れてしまったというところもあるのかなというところの、まあ、複合的な要因ではあるんですけども、まあ、これからの少子高齢化、あるいはまあ未婚率の増加に関して何か手を打たないといけないのかなというふうに思ってますと。というところでございます。っていうことを独身のおじさんが言っててなんやねんっていう話なんですけども、まあ、おじさん的にはなんか、誰か一人でもいい人がいればなとは思ってるんですけども、全くモテる要素もないし、モテる気もないっていう、もう残念な結果になっておりますという感じでございますね。というところで一本動画終わります。